20TX20TX ルノー20は、フランスの自動車製造会社、ルノーが1975年から1984年の間に生産した乗用車である。1975年11月、当時のトップモデル R30 の廉価版として、約9ヶ月遅れで発売された。R30 と同じ大型の5ドアハッチバックボディに一回り、 小さい R16TX と同じ1.6リットルの磁気エンジンを縦置きで搭載。フロントマスクは丸型四頭、ヘッドランプの R30 に対して、こちらは異形二頭式ヘッドランプを持つ。各種装備が簡素化され、メカニズム面ではリアブレーキがドラムとなり、ホイールサイズが13インチに下げられている。燃料タンク容量もリットル少ないリットルに、 小型化。当初組み合わせたギアボックスは4段 MT と3段 AT。トリムは L、トルコリラ、GTL の3種類が用意された。1977年にアンダーパワー解消の試しトル NCX やプジョー500ごとも共通の2.0リットル、サイチェ C109HPPRV エンジンを積む TS を追加。1979年に5段マニュアルと、 ルノー乗用車初となる2.1リットルディーゼルを追加。1981年には2.2リットルの燃料噴射 R20TX を追加。1984年に後継車 R25 の登場により生産終了。全幅が1 7 0 0ト、mm、ルを超えており、日本では3ナンバー登録となり、当時は 自動車税が割高になるので正規に導入されなかったが79年3月からオーストラリアでも2リットル TS の AT を販売1980年2月からは4段 MT も追加82年3月には MT が5段に切り替えられているその他1984年にニュージーランドでも2リットルの MT と AT を販売した R1273 は不明 R1275 と R1278 は R30。ありがとうございます。